えまた、詩人逮捕ユーチューバーが捕まったんで、まあ、解説をしようかなと思っておりますが、えー、とうとう警察も本腰を入れたかなと思ってます。えー、こういう詩人逮捕ユーチューバーに対しては、とうとう警察も動いたぞということであります。えー、これから詩人逮捕系でやろうかなと思ったら、ったらお,おすすめしませんあの。自分が捕まりますからやめた方がいいと思います。で えー、今回の件に関してはどういうことかっていうとガッツチャンネルねのやつはどういうことかっていうとまあ8月ぐらいだと女性を装って知り合ったんですこいつがガッツチャンネルの投稿者2人いるんですけどこいつが女を装って男性と知り合うで、えー、仲良くなりたいなみたいなことを言って、えー、でいやりやりとりしてたんですが、えー、覚醒剤を使ってみたいとこメッセージを送ったんです。 で、男がこの乗って、横浜で覚醒剤を購入して、待ち合わせバスの新宿駅前に呼んだと。呼ばれ、だから、このガッツチャンネルが呼んだんですよ。騙してる男女性予装って、遊びたいな、なんてね。で、覚醒剤も一緒に使いたいな、みたいなことで買ってきてくんね、みたいなこと言ってですね。で、こいつをバカだから買っちゃったんだよね、横浜で。買わなきゃいいものを。覚醒剤を買っちゃって、 えそれでまあおびき寄せられて、ノ、えー、こノこやってきたところ、110番通報されて、覚醒剤所持の現行犯で捕まるというですね、えー、で、これで動画一丁上がりなんですよ。えー、で、うん。で、知人逮捕だから、一応、覚醒剤持ってきたのを見,見て、逮捕だって言って、1 0 0番通報して、警察呼ばれてるわけですよ。こ,いこの男に関して見たら、何が起きてるのかさっぱり分からないかったと思いますけども。 で結局、動画投稿者もあっ今日逮捕さあ昨日か、逮捕されたんですけども、おそらくこれあのこの、この被害者の男性、被害者って言っていいんだろうかな、おびき寄せられた男性が警察で、まあ、警察で検察庁で喋ったところによると、どうもガチチャンネルの投稿者の2人から、えー、覚醒座を使いたいとかって呼ばれて、買ってくるように頼まれたっていうのが、ぐろっちゃったんで、多分おそらくこいつが逮捕されたんだと思います。 でこいつらも、動画投稿しても、もしかまさかね、覚醒剤取締法違反の不法所持の強債っていうので捕まるとは思わなかったと思います、<laughs> 恐らく <laughs>。強債剤ってのもあったってのは、私も知りませんでしたけども、まさか、覚醒剤を買買う、買って、買ってねって頼んでも逮捕されるっていう、買ってねって言った方も、頼んだ方も、 逮捕されるっていうことを、この動画と大型投稿者は知らなかったと思います。うん。で、結局今、逮捕されてるわけですけども。で、まあ、これ、覚醒剤を買わせた、おびき寄せた疑いで、逮捕されております。で、もう一回確認します。詩人逮捕の要求ってどういうことかっていうと、現に、観光が行われた場合です。目の前で、観光が行われてる場合は、もう逮捕していいんですよね。一般市民ももう、わーって,飛て逮捕しているわけですけども。 あと、犯罪に使われたものを現に所持しているということです。えー、で、まあ、凶器を持っているとかですね。もう、明らかに犯行に使ったものである凶器を持っ,て、ま、持っていると。例えば、だからさっきこれも言った通り、えー、血のついた包丁、刃物とか、血のついた金属バットとかですね。えーあの どうしても血が知ら落ちてる割れたビール瓶ビを持ってるとかで <laughs>、で、片割れで男が頭から血出して倒れてるみたいなことを、まあそういうゲームを見てしまった場合は、も原稿を逮捕していいでしょうということです。あと犯、現に犯人と呼ばれてる場合ですね。えー、犯人だ、あの人犯人だ、知ったくり犯だ、捕まえてとか言わているは捕まえていいということになっています。うん。で、今回の件なんですが、まあ善良な市民を覚醒剤所長犯に仕立て上げたっていうことで、まあ警察もこれを重く見たんだと思いますが、 えーっとね、これね、一つあってね、一、まあ、つ、この動画投稿者がバカなところが一つあってですね、あのー、何かっていうとね、もう軽く完全にこれ、詩人逮捕の域超えてるわけよ。こいつ、全く気がついてないと思いますけど、気がついてなかったんだと思うんですけど、動画投稿者は、YouTuber は全然これ気づいてないんですよ。これね、詩人逮捕の域じゃないんですよ、もう覚醒で持ってこさせるっていうのは。なんでかっていうと、 あのね確かにこれに当てはまりますよ、犯罪に使われたものを所持している、現に知人逮捕の要件だから、現行,現行犯逮捕していいんですけど、この男が、この呼び寄せられた男が持っている、例えば仮に白い粉が、本当に覚醒剤かどうかっていうのをどうやって立証するんですかってことなんです、この動画投稿者は <laughs>。ね。で、だから、これ覚醒剤だって立証されないければ、現行犯逮捕できないんですよ。 覚醒剤のようなものを持ってますっていうだけでは現行犯逮捕はできないんです。我々は。だって立証ができないから。警察も言っとくけど、よく職質で職,職務質問して白いものが出てきました。その時点は逮捕しませんよ。警察だって。な何ん何だかわからないんだから <laughs>。で、簡易検査って言って、主役を持ってきて、覚醒剤 のこの袋もうとかを持ってくるけど袋から若干少量取って試験管に入れて試薬を入れてあのまああれだとかもしれないあのパレットの場合もなも大体試験管に試薬入れて青紫色に変化したらこれは覚醒剤ですよっていうことではそこで逮捕されるんです現行犯逮捕されるんですうんいいですか覚醒剤の場合って あの、警察でも職務質問して、白いものが出てきたし、やけどパッケが出てきたから、白いものが、注射器が出てきたでも逮捕できないんですよ。何に使ったかわかんないから。だって糖尿病かもしれないんだから、だって。で、その、白い粉が出てきましただけでは、その時点は逮捕できません。で、あの、主役を持って検査して、確実に覚醒剤ですっていう、大麻だったら、あのー、 覚醒剤だったら青紫色、カイマだったら赤褐色に変化したら逮捕していいんです。これは逮捕ってうわれる。現行犯逮捕です。これ、素人 YouTuber はですね、自然主薬は持ってないわけですよ。あんな警察でしか持ってないんですから。だって警察官まとりしか持ってないんですから、あの、主薬は。ね、何の、だから何の薬かもわかんない。我々にとってあの主薬は何の薬なのかもわからないんですよ。えー、まとりの人とか知らないんですよ。 あの警察官と検察官とマトリと裁判官しか知らなかったです。あの、あの、あの、薬の中身は。何という液体があって薬剤って。あれは覚醒剤の覚醒剤成分と反応すると青紫色になりますよって薬なんだと思いますけど、うん。持ってないわけだから、現行犯ではないんですってことできないんです。うん。逆に、このも、どこのこやってきた男が、 覚醒剤じゃなくて上白糖を持ってきたら知人逮捕 YouTuber が、ね、逆に逮捕された可能性も逮捕されてたことなる,なるんですよ。だって白い粉持ってきて「わあこいつ覚醒剤持ってます覚醒剤持ってます!」って言ってと捕まえて1度0でして警察呼んで警察が簡易検査したら「これ砂糖ですね」って「<laughs> 青紫系のならなくてなんだこれ?」ってなめたら甘くて「これ砂,砂糖だろこれ」って言って「<laughs> うちから砂糖持ってきました <laughs>」って言ったら。 無罪方面ですよ、この人は <laughs>。無罪方面で、百1番通報して、覚せい剤だ、覚せい剤だって、ちょ、もちろん警察で来いって言われて、商品に来いまで来て、どういう生き方か知らないを話せって言って、で、で、まあ、男の人と、こいつ y ー u ー u b が逮捕に行って、警察行って、いや、実はおびおびき寄せられましたって、で、私、自分、はめられたと思いますんて言ったら、はめたが逮捕されるんですよ、名誉毀損で。<laughs> で、じゃあ、はめたやつを、あなた、名誉毀損で、 訴えますかって言ったら、ね、被害届出して被害届書か,かれたら逮捕なんですよこれだって。ねわざわざ横浜から来てなんかなんだか分かんねえけど白い粉を持ってったら逮捕だって言われて警察だ100とも呼べ100とも白ろ逮捕だ逮捕だって警察呼ばれてで自分砂糖持ってっただけなんですけどって砂糖持ってったの逮捕された上にね、えー、覚醒剤犯だと言われてみたいな。僕は被害は出せますよ て刑事告訴します、気が取るだけ出せますよって言ったら、YouTuber <laughs> ーーの方が逮捕されるんですよ、名誉毀損で。まあ、これまで、何だっけ、なんたらかんたらの人みたいな人たちです、ね <laughs> あのー、痴漢だって言って、痴漢じゃなかったって言って、あの名誉毀損で逮捕されたっていうでで、あれと同じことになっちゃうわけです。うん だからこれこれ、これの案件に関しては、この知人逮捕 YouTuber ってバカだった、バカっていうか、あんまり効率よく詳しく知らないままやっちゃったんだなと思って、その他にもなんか痴漢動画の,あの捕まえるとかやってたんだけど、多分ね、そんなにね、あの東京とはいえでね、あんまりその指人逮捕ができる。 ところってそんな遭遇しないと思うんですよしないから今回罠を,は罠をかけて罠を張ってみたっていうだけじゃないかそれで動画を稼いだんじゃないかなと思うんですけど警察としてもこれを野放しにすると次々罠を仕掛けて主人逮捕したやつが出てくる可能性があるから今回この見せしめのためです。捕まえた可能性一面もあると思いますでこれを警察がこの状態をほったらかしておくとどういうことが起きるかっていうと もう罠をかかけけるるるいいっぱい出るからる出らわけ例えば、自転車を、まあ、無制造の自転車をわざと放置してで、何気なく触った人を触った瞬間に泥棒だーって言って騒いで110番して、こいつが俺の自転車盗もうとしましたって言って、<laughs> 今捕まえましたって言って、でそれを黙って動画か陰でこっちで動画撮ってて、あれあげるみたいなぞ、うん。あるいは バッグとか財布をわざと放置して、拾った人を窃盗犯に仕立てるっていう可能性もあるわけです。例えば、あの待合室のいつとかに、わざとバッグや財布を置いてでで離れる。あ、バッグとか財布忘れて、あ忘れて誰か忘れてたんだ、これ拾って届けなきゃっていう善意の人を、善意の人が、 交番か受付の届けようとしても自分で手に取った瞬間に「泥棒だ泥棒だ!」って言ってブワーッと捕まえて「もう泥盗もうとしただろう盗もうとしただろう」って言ってそれを黙って動画で撮ってて「私人逮捕です」なんて言って窃盗をしまったら「逮捕を盗もうとしたやつがですこいつです」みたいなことに仕立て上げられちゃうわけですあ。もしくは人のバッグにこっそり商品を入れて で、その人が何も気づかずに店を出た瞬間に万引きだって騒ぐって。あんたのバッグに会計されてないものが入ってますよねって言って。いやあ、入ってるはずです。私見ましたからって。いや、取ったでしょって言って。ほら、なんでこの場これ会計してないじゃん。レシート見て、見せてくださいよ。これ会計してないですね。盗ん、あんた盗みましたよねって言って。あ、自分、警察呼びましょう、警察って言ってて。万引きです、万引きですって言ってい方が出てくるわけですよ。こういうことが横行し始めるんですよ、今度。これほったらかしておくと。 で、明日は我が身なんです。誰が、誰がこれに、罠は罠にはまって、警察沙汰になって逮捕されるかっていうのは、あのー、もう、これほったらかしくて、本当に警察としても、もう、放置できないんですよ、これもこんなのをやられると。うん。だからもう今回、もう今、多分これからどんどん逮捕していくと思いますよ、これ。怪しいものに関しては。うん。 うん、詩人逮捕 YouTuber ってどんどん逮捕されていくと思いますよ。やめた方がいいですよ、あの死人逮捕 YouTuber なんてのは。そんなに転がってないから、現行犯って、いくら東京行っても。その、ないですから。<laughs> うん。そんなに詩人逮捕したかったら夜の歌舞伎町行ってこいって、週末の。いっぱいいるから。 まずあのー、いっぱいいるから現行犯で悪いことしてるやつが、まず基本的に、ポン引きやってるやつね。<laughs> 客引きやってるやつね。あれは条,条例違反だから、あれ <laughs> あれは客引きは条例違反だから、客引きが行った瞬間に、あ、条例違反ですよね。迷惑、条例、防止条例違反ですよね。じゃあ、と捕まえて、ふた3人かけて、客引きと捕まえて、不満で乗りして、100と通報するって、それだったらいいですよ。 <laughs> それだったらもう、客引き、客引きハンターってやって、木町とかばきちゃんは、どうあの渋谷の道玄坂とか池袋とか行って、客引きハンターって言って、もう、キャッチだな、客引きとかやってるやつとか、全員もう、声かけてきたやつを、もう、瞬間にもう、男性数で取り囲んで、抑えてね、百1罰を通報してね、あの、逮捕させるって、条例違反で逮捕させるそれだったらや、それ以外だったらいくらでもやってもいいですよ。うん <laughs> それだっ,あれあったらいいかっあら迷惑だから <laughs>、いっくらやってもいいですけど、この、罠にはめるっていうのは、もう、これ、これ自体の犯罪ですから、あの、うん、ワン犯罪です、これね、多分ん、これ、軽犯罪法違反だ,、ね、だと思うんです、これ、わざと、だから、自分で、えー、罠を仕掛けてっていうことをやったりすると、もう、これはもう、軽犯罪法違反です、えー、どっちにしてもね。うん まあでもこれ、やられた側が、被害がやられた側が、これ、訴えるって言ったら、訴えられますからねあいや。これで民事訴訟で訴えられますから。で、今回の件ね、これね、あのまあ、覚醒剤を持っ,てこい持ってきてねって言われて、まんまって引っかかった男性も、多分これ、おそらく、えー、使用はしてないんです。使用する目的だったとはいえですね、まあ、わざわざはめられたようなもんですから、検察もこれ、多分上情組をんで、おそらく不起訴処分で出てくると思います、これ。 おそらくこの彼は多分はめられただけなんでかわいそうだなお前もなって言ってくだらねえことに突っ込むなよお前ってんでもう不礎処分で返してやるわって言って不起訴処分で出てくると思いますがこれで済むと思ったらおもちゃですからね、うん、おそらくこれこの男性って多分この,この YouTuber を訴えると思いますよあの名誉毀損かなあのいろいろな面で結局こいつらのせいで自分不起訴処分になったとはいえですね 逮捕されたことにはまっ変わりないんですから <laughs> で記録も残っちゃったの新宿 警察署の記録に残っちゃってるわけですから、自分が逮捕されたっていうことは、逮捕,逮捕された、何時何時何分に逮捕されましたって、何月何時何分に、ね、送検しましたなても、もう、記録に載っちゃってるわけです。現にこの人も新宿警察署の留置所に入れられて、どこだか分かんないけど、警視庁分かんない、どこから留置所に何日か入れられて、ね、何日か入れられて、送検されて、まあ、多分検察庁の方に送られたと思いますけど、そこで私、取り調べやって、1か月ぐらいは棒,棒に振ってるはずです。で <laughs> でこの間おそらく仕事がクビになったとしたならば <laughs> これ損害賠償請求取れますよこれ弁護士さん頼めばだからうーん、まあ、前回の知人逮捕でもなんかその痴漢冤罪訴えられがやられてああ違う違うあれあれはダフやかチケットを 転売チケットだろうって言って言いがかりつけて捕まった YouTuber もいるんだけどあれも多分あの女性が訴えた民事で訴えたら絶対負けますよあれ。うん、だってその間だってコンサート見てあの女性はあのバカな YouTuber で絡まれて警察呼ばれて転売チケットだって呼ばれてコンサート見てないんですから。 あの分返せっておりますよあの分慰謝料と交通費ともしかしたら遠征されたらホテル出会いですよね全部払えって弁償しろって言われたら弁償しなきゃいけないですよこれ裁判持って帰ったらもっあの弁償しろって言われますよこれ、うん、でこれに関してうんでも怖くてなんか外歩けないとかって言い出して <laughs> もう怖くて人外歩けない怖くてコンサート行けなくなりましたなんて言ったら これ弁護士が組んで、じゃあこれ慰謝料に入れましょうって言って、多分100万とか200万ぐらいの慰謝料になる。まあそんなになんない100万程度かだと思いますけど、慰 <laughs> 車料ぐらいは請求されると思いますから、あのー、まあ、俺も詩人逮捕 YouTuber やりたいなと思った人がいたらやめましょう。やめた方がいいです。全然なんないから。 ただ、あなたが逮捕されてひあ、逮捕されて、詩人逮捕だってやった側から、訴えられるだけですから、訴えられて、民事訴訟を訴えられて、自分が慰謝料だの何なのっての払わないかなんないかなるから、やめた方がいいですよ。はい。<laughs> いいですね。<laughs> 皆さん、はいえー。今日は詩人逮捕 YouTuber、逮捕その2についてやってみました。あ皆さん、真似はやめましょうね。はい、じゃあなんでね、えー、やめましょう。<laughs> やるなら、ポン引きをつかめろ。ポン引きを。はい、以上です。はい